はい、速稼塾の久保です。第3次補正予算の編成が始まるようですけども、どうもね、第一報の様子では特別定額給付金は盛り込まれていないのかなというふうに感じざるを得ません。ということでね、今回は前回アップロードした動画に対してのコメントを皆さんと一緒に読んでいこうかと思います。じゃあ画面を切り替えていきますね。まずはですね、いつも、ゆかりさんありがとうございます。久保さんおはようございます。何を見ても今更ですかって思えてしまいますね。誰が薬についても変わらないんですね、この国は。お金がたまらずストレスたまりまくりですということでございます。そうですね、誰が国政についても変わらないということももっともなんですけども、国を変えてくれる人を私たちが選んでないということなんですよね、きっと。多分国政についてらっしゃらない方の中に国を変えるべきポテンシャルがある方がいたんではないかなと。まだまだ私たちはね、一票というか投票に対してもっと重い気持ちを持たなければならないのかなっていう気がしますね。こういう状況にあってもね、投票率はまだ 50% と、半分の人がまだ投票に行ってないんですよね。選挙権を捨ててるってことなんですよね。次ですね。小泉さんおはようございます。もうこれで政府のせいで自殺者がますます増えること間違いないですね。自殺者は確かに増えてるんですけども、政府の、そうですね、政府のせいもあるんですけども、私が思いたいのは、政府が当てにならないときに国民の間で自殺者が増えることを国民が止めていくことはできるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、私もなるべくね、こう希望のあるような、なんか死にたくなってる人がもうちょっと頑張って生きてみようかなと思えるような放送をしようかと思います。これはね、国民一人一人が自殺を考えてらっしゃる方にどういうふうに呼びかけるかってことにもかかってくるんじゃないかなと思うんですけどね、いかがでしょうか。佐藤さんですね。自民党、公明党、立憲民主党に LINE した。俺はいるぞ。仲間いるぞ。仲間いるぞですね。はい、頼もしいです。次ですね。やはり政府や国会議員は考えていない。目先の対策給付金に、会社に出さず、個人に高額給付金支給して増資すれば会社は助かる。国民が救われない国だ。国民が救われない。確かに、確かにそういうところありますね。もうこうなったらね、国が当てにならないんだったら国民同士で助け合っていきませんか。いかがでしょうか。次です。小金虫さん。久保さん、こんにちは。私も諦めません。ありがとうございます。菅事務所に定額給付金の件で、話しました。ダメ元ですが、話せる機会だと思ってチャレンジしています。逆にこういう件が出てきるので話しやすいと思います。その通りですね。私もね、こういうふうに定額給付金のことが入ってないんで、なんでですかっていうふうに電話をしようかと思いますね。やっぱりこう力に変えていきたいなと思いますね、どんなことも。マサカリさん、それなら政府高官たちの年俸や交通費、接待費のすべてを剥奪して、すべてを自腹で払わせるように煽るしかないかも。それが一番なんですけどね。次です。菩薩さん、 GoTo トラベル北海道感染拡大でやめない。2回目特別定額給付金一律支給実現実問題として、自分は給付金がないと苦しいです。とりあえず特別定額給付金は要求していきます。GoTo トラベルツイートやめないと、コロナ感染拡大は抑えられない。早くやめるべきである。私もそう思います。ただ肝心な北海道知事は GoTo トラベルの影響ではないというふうに言いますし、分科会のね、尾身会長も GoTo トラベルやめましょうって言わないですよね。なんか分散型小旅行みたいなこと言ってますよね。何を考えてるんでしょうかね、本当にね。政府に忖度して自分の地位や給料を守るために言いたいことも言えないとね、本当のこと言ったらね、菅総理に左遷されるというのがね、学術会議問題とかで言われてますんで、怖い怖いでしょうね、きっとね。次、スリーイヤーズさん、よっぽど出したくないよ超えてますね。ファック麻生ということでございます。麻生さんのところにもう文句の電話を入れましょうね。江口さん、いつもありがとうございます。自民党公明党を筆頭に全国国会議員は国民に11月から毎月1人20万円の特別定額給付金を毎月全国民に給付できないことを恥じて反省しなければならない。そもそも年率 2% のインフレを適正としていることが正しくない。現在、これちょっと長いんですね。はい、いつもありがとうございます。次、佐藤さんですね。一律国家予算支給して条件つければ今まで通り働いてくださいと、一生働かなくても生活困らない額だけど困るでしょう。だから条件つけて給付金支給しておけば、有給休暇でリフレッシュしやすい。金があるのだから金のために働かないっていいスタンス変えると思いますか。なるほどね。お金があるとお金のために働かなくていいというスタンスになるってことですよね。それはね、本当にね、ありがたいことだと思うんですよ。ただ現実問題、それ本当にそう思って
言いたいんですけどもね、現実問題お金のために働かなくていいっていう人ばかりになると、じゃあ誰がね下水処理場で働くんですかとかね、誰がねあのトラックの運転するんですかとか、誰があの深夜のコンビニで働くんですかってことになっちゃうんで、まあ、ある程度はねあの金が欲しくって働くみたいな人がいないといけないですし、そのバランスなんでしょうね、うん、完全にもうお金いりませんよっていう方ばっかりだと今度は社会の供給が間に合っていかないんで、この辺ちょっとなんかいいバランスがないですかね。はい、あ、いつもありがとうございます。エリチンさん、いつもありがとうございます。給付金もらえたらと期待からのどん底で命絶とうとする人いるんじゃないかと思います。せめて一律じゃなくても低所得や困った人にせめて配ってほしかった。見捨てなかって思いたいなってことですよね。うん、本当ですね。あのどうでしょうかね、全国一律給付を国に期待してもダメだったんで、私たち一人一人があのできることをやっぱりねやってみませんか。いつもの言葉ですけども、お金はねあの周りの人に配れないけども、なんかちょっと声かけてね励ましてあげるとか、ちょっとこうそのぐらいですかね。なんかできることを探していきましょう。ありがとうございます。いくみさん、病院が心配です。私もです。まあ、あのいろいろと援助していこうかと思います。私もね。昭和平成令和さん、初めてコメントしますが、同じ50代だけど 99% 給付金は無理であろうと思った方が良い。来年の東京五輪実現させたいからでもある。衆議院解散はないと思う。給付金の実現がなければ衆議院は任期満了まで続けるだろう。はい、給付金ね、私もねないと思うんですよ。ずっとないと思ってました。給付金はないだろうと。だからこそこういう活動してないをあるに変えていこうと思ってるんですよね。最初から出るって決まってればこういう活動してませんからね。やっぱり、まあ、少しでも可能性を広げるために呼びかけてますんで、本当にありがとうございます。その通りなんですよね。はい、吹上さん、菅君、給付金配らないのか、次の選挙野党に投票。もうその通りですよね。本当、猫の道さん、政治家にとって給付金は選挙対策での切り札なので、おいそれとこのカードを切ってこないと思います。菅総理も早く訪米したいみたいで、心ここにあらずみたいですしね。オリンピックは元総理の誰かさんが必死でやりたいみたいで、滑稽すら見えます。政治家や官僚にとって実体経済とは机上の数字の上だけです。しかし野党は給付金のことに全然突っ込まないのかな。本当不思議だな。はい、この辺はね、野党の方に私たちの呼びかけが足りなかったのかなと私は思ってるんですよ。野党の方に給付金で突っ込んでくれというふうに追及をお願いするとかね、やっぱり野党の事務所っていうのは皆さんのお住まいの地区にもありますから、そういう声を上げていくこともできたんじゃないかなと思って、私はね政権に対していろいろと呼びかけることばっかりをやっていて、野党の方に協力するってことができてなかったなと思いますね。はい、次です。ゆかさん、特別給付金なしになったのですね。なぜか死ねって議員から言われているようでショックですよ。北海道は第3波に突入です。おまけに冬だから灯油代だってバカになりませんし、何もかもお金がたくさんかかる。ただでさえコロナウイルスのせいでどこにも行けない、買えない。その中で特別給付金なし、人殺し議員はいなくなってほしいです。うん、確かにそうですね。うん、あとは国が当てにならないとなると、じゃあどうしようかってことに切り替えていくかなってところですね。あとね、給付金なしになったのかどうかわからないんですよ。だから給付金なしになったんだったらなったで、次のね、アクションですね、年が明けてからの予算にかけるって手もありますんで、まあ、ここでね、はい、諦めた、もう呼びかけるのやめたではなくて、じゃあ次どんな手が打てるかなっていうふうに私は考えていきたいかなと思ってます。ダッペさん、草って書いてますね。草っていう意味が私はすいませんわかんないんですけども、何なんでしょうかねこれは。いつもありがとうございます。はい、ということでね、今回も皆さんからね多数のコメントいただきました。本当にそうだなって思うこともありますし、前向きに考えていかないとなと。そうは言っても頼れないんだったら、国が頼れないんだったら、国民同士で何かできないことはできることあるんじゃないだろうかなっていうふうに私はすぐにね考えてしまうんですけども、まあアマちゃんなんでしょうかね。皆さんコメント本当今回もありがとうございます。では失礼します。